帯広記念、第2障害を超える金サブラック番栄記念、ゴール前での競り合い番栄、と勝ちナイトレースの様子メディアを再生する万栄、競争番栄競争とは、競争馬がソリを引きながら力や速さなどを争う、競馬の競争である。現在、日本国内の公営競技としては、北海道帯広市が主催する万栄競馬のみが行われており、 世界的に見ても唯一となる形態の競馬である。本項目では、主に地方競馬としての、万栄競馬について記述する。万栄の漢字表記は、万栄であるが、公式表記はひらがなであるため、当記事も公式表記に従う。万栄競争では、一般的な平地競争で使用されている、サラブレッド系種などの、系種馬や北海道和種の、土産庫は使われず、 古くから、主に農工場などとして利用されてきた、体重約八ゼゼロロの一ゼロゼロキログラム前後の万栄馬が、騎手と重量物を積載した鉄製の剃りを、引き、二箇所の障害が設置された、直線二百メートルのセパレートコースで力と速さ、および持久力や、騎手のテクニックを競う。帯広市が主催する、地方競馬としての万栄競馬のほか、一部地域では、 草んばも行われるなど北海道が生み出した独自の馬文化として定着しており、それらを含めた北海道の馬文化が北海道遺産に選定されたほか、映画、雪に願うことや、テレビドラマ、大地のファンファーレなど、映画やドラマの題材にも幾度か取り上げられている。2006年まで万栄競馬を開催していた岩見沢市では、岩見沢駅にソリを引く。 バンバの像が設置されている。バンエイ競馬も地方競馬の一つであるが、使用する競争馬の品種や競争の性質が全く異なるため、平地競争と障害競争に見られるような、中央競馬や他の地方競馬、また外国競馬との人馬交流競争は行われていない。また、地方競馬全国協会による競争馬の表彰などについても、 ナーグランプリにおいて、各部門賞の一つとして、万栄最優秀場の部門が設けられている。年度代表場は、各部門賞受賞場から選出するため、他地区所属の平地競争場と同様に選出される、可能性があるほか、調教師や、騎手などの表彰も、平地と区別なく選定される。なお、ナーにおける騎手や調教師の全国リーディング集計も、騎手。 調教師の成績を他の地方競馬と区別せず、同列で集計している。競争での人馬交流はないものの、万栄競馬の所属機種が万栄競馬の PR 活動を行うため、業務として平地競争の競馬場に赴き、現役の万栄競争馬と競争で使用されるソリを運び込み、 平地のダートコースなどを使用してデモンストレーションを目的とした模擬競争を行う場合がある。このような模擬競争は1973年に大井競馬場で初開催され、その後も1978年に宇都宮競馬場で、1983年には水沢競馬場で開催。近年では1991年に船橋競馬場で開催されたほか 2001年には、フランスで、2008年には、川崎競馬場で実施された。また、2007年から、日本中央競馬会所属機種との交流イベントとして、JRA ジョッキーデーを開催している。JRA の現役機種が、帯広競馬場に来場し、トークショーなどのイベントを行うほか、バニエイ所属機種とペアを組んでのエキシビションレースも、行っている。 2006年度までは、帯広競馬場の他、旭川競馬場、岩見沢競馬場、北見競馬場を含めた4カ所を巡回しながら、開催してきたが、2007年度より、馬の一発逆転ライブショー、バンエイ、トカチをキャッチフレーズとして、全日程を、帯広競馬場で開催している。合わせて、下記としては、初めての本格的なナイター競争、バンエイ、 十勝ナイトレースも開始した。ナイトレース期間中は、最終競争の発送時刻を昼間開催時よりも2時間半程度繰り下げ、日没前後からは、ソ路沿いに新設したイルミネーションも点灯させて、ナイター気分を盛り上げている。なお、ナイター期間以外の一部開催日は昼間、開催時よりも1時間半程度繰り下げた、白母開催とする場合もある。 1994年秋より、比較的積雪量が少ない帯広競馬場でババにヒーティング設備を付設し、冬季でもババが凍結することなく、競争が行えるようになった。これにより、従来は11月で終了していた、開催期間を延長することが可能になった。2005年度からは、長期の救済期間を設けない、事実上の通年開催となり、 北海道で唯一冬季も開催を行う公営競技となっている。通常、万栄競馬は昼間、白母、ナイター開催ともに土曜から月曜、北海道競馬は全日程ナイター開催で火曜から木曜に開催するローテーションが組まれており、一部を除いて両者の開催日程が重なることがないため、道内では 多くの場外発売所で両者の相互場外発売が行われている。詳細は、場外発売所の節を参照。新馬券の導入損廃についての動き2006年度までは、帯広競馬場のほか北見競馬場、岩見沢競馬場、旭川競馬場の4カ所を巡回して開催していた。1997年までは、北見を除く3馬で、 平地競争が閉鎖されていたが、1998年以降は、旭川のみが万栄、平地の閉鎖となっていた。2006年度は、史上初めて帯広で開幕し、上記4馬で順次開催されたが、売り上げの減少による、累積赤字の増大から、旭川市、北見市、岩見沢市が2006年度限りでの撤退を表明、残るは帯広市も負担が大きすぎるとして、 単独での開催継続に難色を示したことから、バニエイ競馬の廃止が濃厚と見られていたが、ファンらの嘆願や寄付の申し出に加え、2006年12月13日には、ソフトバンク市会社のソフトバンクプレイヤーズが、帯広市の単独開催に対する支援を申し出たことから、2007年度より、帯広市が単独で開催を継続することが決定した。 これについて、農林水産大臣、松岡俊勝は、喜ばしいことだ。正式に要請があれば、スムーズに処理できるようにするし、できる限り支援したいと述べていた。これに伴い、バンエイ競馬の運営実務を担ってきた一部事務、組合、北海道市営競馬組合は解散し、2007年2月1日に一部業務を、受託する運営会社、オッズパーク、バンエイ。 マネジメント株式会社が設立された。また、帯広氏はファンなど個人、法人からの寄付も合わせて受け付け、万イ競馬振興基金を開設、個人、法人からの寄付も毎年のように寄せられている。特に楽天は、子会社が、地方競馬のインターネット発売を受け負っていることも、あり、寄付金のほか売上額から、一定割合を積み立て、万馬の資料用として、 人参や牧草ロールを寄贈している。2007年度は黒字を計上したが、2008年度の総売上げは約115.5億円で前年より約10%余り減少し、当初予算費も97.2%となったほか、入場者数も前年より約6万人減少した。運営安定化の基金も使い果たし、存続は少年場を迎えていく。 2009年度の総売上は約107.2億円で前年比約7%減となった。挿入乗車も約20万人で引き続き前年割れとなった。2010年度の開催にあたり、オペブムは年度途中の撤退もあり得るとしていたが、結局2011年度の開催についても12月15日に帯広市と大筋で合意し、 今後5年間程度の中間戦略についても両者が協議することで一致した。2011年1月28日には開催日程を発表している。2010年度の売上は約105.6億円で売上の下げ止まり傾向は見えてきた。2011年度の総売上は103億6400万円余りで、対前年比約2%減。 挿入乗車数も24万5000人余りで、前年比約0.7%減となった。2012年度の開催業務の委託契約については、オペブムと帯広市で協議してきたが、委託料の固定化や、競争入札方式の導入を求めた、オペブムと折り合わず、2012年度は、オペブムと委託契約を更新しないことを決定した。運営は、帯広市が主体となり、 業務の一部は、旭川北サイト上外発売所を運営している、コンピュータービジネスに委託することで内定した。ただし、帯広市は、オペブムとは、今後も良好な関係を維持していきたいとしている。また、2012年度以降の収支見通しについて、市民検討委員会の提言をもとに策定した、万栄競馬運営ビジョンを2012年2月18日に発表。 2012年度は収支均衡。2013年度は100万円の黒字。2014年度は1600万円の黒字を見込んでいる。観光振興や外国人客の誘致に注力するほか、主な増収策として以下の施策を挙げている。2012年度の売得金総額は約104億9458万円。 入場者数も254,081人で、帯広市による単独開催となってから初めて前年度を上回った。2014年2月には2015年度以降の収支見通しを発表。売得金は最大108億円を見込み、収支も2015年度は1,100万円、2016年度は200万円の黒字都市、向こう3年間は、 収支均衡以上が確保できるとしている。同年4月には2013年度の開催成績が発表され、売得金総額は116億5383万3700円、挿入場自認は26万8693人で、共に前年度を上回った。さらに、帯広氏が同年6月に公表した2013年度の 決算でも、帯広単独開催となってから最大となる、約九千九百万円の黒字を計上した。上記のほか、すでに導入済みの五重小短章式、七 a 小短章式、三連小短式、三連勝副式馬券、道外での場外発売の拡充、競馬場内の商業施設、十勝村の集客や中央競馬の場外発売により、入場者数は上向いており、 存続に向けた努力が続いている。しかし、インターネット投票が好調な反面、帯広競馬場での発売額が伸び悩んでおり、情勢は引き続き予断を許さない。賞金は苦しい経営状況を反映して減額され続けていたが、売り上げの好転に伴い少しずつ増額されるようになった。しかし、今なお全国でも最低の水準が続いており、 2019年12月現在、一般競争の一着最低賞金は13万円、一着から三着までの賞金総額は17万7千円となっている。2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛の影響もありインターネット投票が好調で発売額は史上最高の483億5278万円となった。 それまでの最高額は1991年度の322億9248万円であり、大幅な記録更新となった。北海道や東北地方の一部地域では、主に地域の祭典などで、バンバ競技が開催されている。これらは万英、バンエバンバと略されることも多い。重量物を積載したソリを引く競争形態は、公営競技とほぼ同様である。 現存する草番バとしては、音吹け町で1908年より開催されているものが道内最古とされている。番バと呼ばれる競走馬の操縦方式には、ソリに乗った機手一人で操る方式と、ソリに乗った機手と競走馬の口を引く伴走者の二人で操る方式がある。公営競技では、機手がソリの上に立って操縦するが、番バ競技では、 機種がソリに座って操縦するる。こともあるまた、複数の人間がチームをを組んで自らソリを引く人間版馬も存在し、桶戸町で毎年6月頃に行われている人間版馬大会のほか、帯広競馬場でも万衛本ソロを使用して行うワールド人間版馬チャンピオンシップが10月頃に行われている。公営競技としては使用しない品種でも、ポニーなどによる イベントレースとしての番馬競争が行われることもある。帯広競馬場いずれも現在は廃止されている。番栄競馬の起源は木材を運び出していた馬の力比べとされており、北海道開拓期より各地で余興や祭事として行われていた。当初は2頭の馬に丸太を結びつけ、互いに引っ張り合っていたという。 明治時代末期頃から荷物を乗せたソリを引かせる現行の競争方式が登場したとされ、確認できる最古の競争は1915年9月16日に、函館区外で従軍畜産協進会の予興として行われた引き馬実力競争である。競馬場内の広場に長さ40軒の平坦コースを設け、 雪ぞりに一票を16巻の土俵を3から14票、集め、これを重しとして、競争を行っていた。その後も、大正時代末期に、亀田八万宮の境内や五稜郭公園の、敷地内で行われたのをはじめ、全道各地で、同様の競争が行われていた。太平洋戦争後の1946年、地方競馬法施行規則第9条により、競争の種類は掛け足。 速歩、障害、万栄の4種類と定められたことを受け、万栄競争が公式競技となった。万栄競争が採用された背景には、戦時中に軍馬として徴用された農用馬が戻ってこなかったため、農村部で農用馬が不足していたことに加え当時の食料不足も重なり、馬の増産が急務であったことが挙げられる。 翌1947年10月16日には、北海道馬室組合連合会による万英競争が旭川競馬場において実施され、公式競技として初の万英競争が行われた。1948年に施行された競馬法により、地方競馬の主催は都道府県もしくは競馬場が存在する市区町村に限られることとなったものの、この年は、 前年の工業不振などを理由に、急模様子。1949年から、同栄競馬により、万栄競争が朝日川と美広で再開された。同栄は、当初、万栄競争の他に、平地競争、速歩競争も行っていたが、同栄での万栄競争は1966年に廃止された。1953年には、市内に、 競馬場が所在する旭川市、岩見沢市、帯広市、北見市の4市による市営競馬が発足。市営も当初は平地と万営を行っていたが、1962年に万営競争へ一本化した。こうして1970年以降は、同営競馬が平地競争のみ、市営競馬が万営競争のみを開催する運営形態となり、現在に至っている。 市営競馬は当初4市が所在する各競馬場において個別に開催していたが1968年に北海道市営競馬協議会が発足1989年には一部事務組合として開組された北海道市営競馬組合が開催を引き継いだが2006年度限りで帯広を除く3市が撤退したため組合は解散し現在は 帯広市による単独開催となっている。道外でも青森競馬場で法に基づいたバンエイ競争を行っていたが、青森競馬場が1951年に廃止されたため、道外での公営競技によるバンエイ競争は短命に終わった。かつてのバンエイ走路は有字型のオープンコースで最大出走可能頭数も現在に比べ多かった。 1963年に朝日川が現在の直線セパレートコースを導入すると5年後に岩見沢、帯広、北見も追従している。また障害もかつては3つあったが1974年により現行の2つになった。なお草番場ではレース後のソリの移動を容易にするため現在でも U 字型のコース形態が残っているところもある。 帯広競馬場に混流している、イレネー像当初は、群馬として取引され馬産の中心であった、中間種のアングロノルマンや、産業馬としての需要が強かった、重種馬のペルシュロンが多く用いられた。戦前に輸入された種ュ馬のうち、1910年に導入された、イレネーの子孫が、大いに繁栄し、バン馬の父とも称されている。戦後は、馬産復興期に、 フランスからブルトンが導入され、その中でもタメボバ、グーラントーンとペルシュロン繁殖品馬の産区が非常に優秀であったことから、戦後のアングロノルマンの衰退とともに、ペルシュロンとブルトンの根血が進んだ。戦後、復興から高度成長期にかけて、モータリゼーションの進展とともに、産業馬としての需要がなくなり、生産等数は激減した。 1974年には、バンウマの改良用として、ベルジャン種の馬が輸入される。橋本善吉が、アメリカ合衆国から日本に輸入した、マルゼンストロングホースや、他に、ジアン・リューマレーといった、ベルジャン種ボバの産区が、従来のペルシュロン種、ブルトン種よりも、はるかに大型でかつ軽快な足さばきを見せ、さらに産区の仕上がりが早く大活躍したことから、 さらに根欠が進む。現在は、判決、日本版系種と称される、前期3種の異種根欠馬やそれらと在来種の根欠馬が大半を占めており、純欠種の馬はごくわずかになっている。なお根欠種は、従来はすべて、判決種と称していたものの、2003年度以降の、生産馬については、純系種同士の配合によって生まれた雑種を一台に、限り、 判決主都市、この他は、日本版系種と呼称している。また、便宜上版へ競争に使用する馬を総称して、版へ種と呼称することがある。道内でも、主産地が、イブリ、日高管内に集中している、系種馬とは異なり、版へ馬の産地は、道内各地に広く分布している。版へ競馬ではこれを生かし、産地別選抜競争。 万栄甲子園も行っている。このほかかつては、営という表記も存在したものの、これも2003年4月以降の登録においては、日本版研修と扱われる。農用馬の生産は1955年以後、トラックや、幸運期などの普及に伴い飼育頭数が激減。その後、馬肉の需要が堅調に推移したことにより、 生産頭数は1983年1994年に改めてピークを迎えるものの、その後再び生産頭数が大幅に減少し、2004年は3163頭まで落ち込んでいる。地域別の分布を見ると、2005年度の生産頭数2655頭のうち、十勝管内で761頭、釧路管内で652頭。 根室管内で300頭と、落農の盛んな、同等の太平洋側で6割半ばが、生産されている。ついで、網走管内184頭、上川管内139頭、檜山管内111頭などの順になっている。北海道以外では、岩手県の81頭、熊本県の70頭などが多く、桜肉の使用、生産が盛んな九州での生産頭数は、 全てを合わせても104頭にとどまる。生産農家の形態は、大まかに分類すると、以下の3通りに分けられる。公益社団法人日本馬事協会の資料によると、2004年の生産馬3163頭のうち、戦前の日本三大市場の流れを組む十勝、釧路、根室館内で、搭載市場662頭、1歳、 史上990頭の取引が成立した。2006年に馬名登録された二歳馬は430頭である。なお、この統計上に現れない馬の多くは、十勝、串路、根室館内以外の生産馬か、あるいは自家生産した品馬をそのまま、繁殖品馬として使用しているケースのいずれかと考えられる。農業馬生産農家のお祭りとして行われる。 草番場には繁殖に入った自家使用場のほか、現役の競争場や競争場を目指す一歳馬も多数集まる。一歳馬が草番場に退挙出走するのは競争能力を見極めるシステムが少ないためで、軽種場では見られない特徴でもある。草番場での負担重量は、おおむね330から350キロ。 各地の草番場で優秀な成績を収めた一歳馬は、毎年10月中旬にエイ競馬の競馬場で行われる採バ番場一歳馬決勝大会に出走し、ここでの成績が大きな参考資料となることから、競争馬としてデビューする前に大掛かりに能力を判定できるシステムとして機能している。早朝に行われる、超強の様子番栄競馬の競争馬は2歳からデビューする。 二歳新馬戦は行われるが、二歳未勝利戦はなく、代わりに二歳未受賞競争が行われる。二歳のシーズン途中からは、習得賞金に応じて格付けされる。日常の調教は、夜明け前後から本走路の裏側にある、練習用走路を使用して行われている。調教の様子は、事前予約による有料の、朝調教見学ツアーで見学することも可能。 デビュー前の二歳シンバや、デビュー後も成績が不振な馬には、能力検査とも呼ばれるが義務付けられ、これに合格しなければ、レースに出走できない。特に二歳シンバの脳検は2003年まで、定員制を取っていたため、約1、3から1、6しか合格できない狭き門で、見守る生産者やバッシュ、調教師など関係者の声援も熱気に満ちていた。 2004年以降は農用場の生産等数の激減に伴い基準タイム制に移行し合格基準も大幅に緩和され8割程度の馬が合格できるようになった。なお不合格馬は一部が各地で観光馬車を引いたり農工馬として転出する場合もあるが多くは能力検査後たちに競りが行われ食肉用に転用される。出走間隔は 平地の競争場に比べ短く、おおむね1ヶ月あたり2000から4000することが多い。重い荷物を引く、性質上高重量戦の経験や能力が重視され、一般的には6歳以降が充実期とされる。現役の競争場であっても、馬券の発売を伴わない、イベントレースなどで出走する場合がある。前述の JRA ジョッキー,ーにおけるエキシビションレースのほか 一般のファニアチビッコをソリに乗せたレースも行われ、現役の競争馬が出走する。いずれの場合も、現役の万栄機種が補助役として一緒に騎乗し、馬の操縦を行っている。1978年から2006年までは10歳、定年制が設けられており、10歳になった馬は、その年度末までに引退しなければならなかったが、2007年度からは、 定年制が撤廃された。牝馬は繁殖に備えるため、10歳を待たずに引退することが多い。全体の賞金水準が低いこともあり、生涯獲得賞金額が1億円を超えた馬は、ごくわずかしかおらず、達成馬は1億円馬として称えられる。ただ、近年は最高峰とされる万営記念だけは一着賞金が1000万円に戻されたが、 それ以外は度重なる賞金の減額もあり、1億円、達成は困難になっている。競争成績が優秀だったお馬には、引退後の種ボバへの道が開かれる。記録は2013年度前日程終了時のもの。出展、競争馬名館一般社団法人版 a 競馬場主、協会、2015年1月12日、閲覧番衛馬の馬名には、 現役の平地競争馬や過去に平地で登録されていた馬名と同名の馬が時折見られる。これは平地と全く競争形態が異なるため一緒に走ることがない上、互いの血統も異なるため混乱を招きにくいことから認められている。帯広競馬場のゴール側正面より万円走路を望む。中央部で盛り上がっている箇所が第二障害。 各馬の走路を区切るロープが付設されているバンウェイ、競馬は途中に2つの障害を設けた直線200メートルのセパレートコースを使用しフルゲート10頭で争われる各馬が最初に越える低い山を第一障害、次に越える高い山を第二障害と呼んでいる平地競争などに見られるハロンボ棒に相当するものとして ゴール前30メートル地点から10メートル地点まで10メートル間隔で標識を設置している。距離の変動がないため、スターティングゲートやスターター台はすべて固定式となっている。スターティングゲートは掲示板側から順に置コースにコースと割り当てられ、スタンド側が10コースとなる。幅はソリに合わせて広く取られており、開閉扉は 馬の顔に当たる部分だけが開閉するため、平地競争用のゲートに比べ小さめになっているほか、ゲート内には、馬体幅に合わせた出っ張りも設けられている。セパレートコースで争われるため、束への進路妨害などで審議となるケースは、オープンコースで行う、平地、障害競争に比べ少ないが、レースに不慣れな二歳馬の競争で審議となることが、時折見られるほか、 コバの競争でも、稀に審議となる場合がある。なお、走行妨害が認められた場合は、平地と同様に硬着や失格となる場合もある。枠入りの基準2013年6月8日より砂の摩耗を気に使かすることを目的として、9等以下の競争でゲート入りの基準が変更された。その後、2014年10月25日より、以下の通り改められた。 バババンエイ競馬では、開門前から、最終競争の概ね1時間前の間に数回、ババ水分を計測し、測定時刻と、ババ水分値を0.1%単位で、バナイや、格上外、CS 放送などにおいて発表している。水分値は、通常0.1%から9.9%までの範囲で発表されるが、積雪した場合などには10%を超える数値が、 発表される場合もある。日本国内では万栄競馬のみで行われている独特の方式であるが、これは、馬場の水分状態が馬券検討の際に重要な要素となるためである。万栄競争は平地競争と異なり、晴天で、馬場が乾いているとソリの滑りが悪くなり力を要するため、タイムは遅くなる。逆に雨や雪が降って、 ババが水分を含むとソリの滑りが良くなり、タイムは早くなる。平均タイムは、おおむね2分前後であるが、積雪などの要因で、ババが極端に軽くなると、1分を切るタイムが出ることも、ある。専門誌では、各馬の、水分別成績を掲載するものもある。一般的に、軽ババでは、逃げ馬が、重ババでは刺し馬が有利とされる。また、カキ等で、ババが、 あまりに乾燥した場合は、大量の砂人が舞い上がって、人馬の視界を遮りレースに支障をきたす恐れがある。ため、散水を行う場合がある。散水する場所は、スタート第一障害、第1障害、第2障害、ゴール前の3箇所のうちいずれかが必要に応じて、選択される。なお、 砂はレースで繰り返し使用することで守ろうし、スピードが出やすくなる上、粒子が細かくなることで、砂塵も舞い上がりやすくなるため定期的に入れ替えを行うほか、散水を行った場合は、場内、各場外などに事前告知される。馬柱を掲載している出馬表や専門誌などには、過去の戦績欄に、 ババ水分が表示されている。また、結果を伝える、翌日の新聞等では、最高値から最低値で掲載しているほか、代表値のみを掲載する新聞もある。公式の競争成績などでは、発送時刻より前で最も近い測定時刻の、ババ水分値を、各競争ごとに掲載している。ゴールインは、 ソリの最後端が決勝線を通過した時点で認められる。スタートラインもスターティングゲートの先頭ではなく、ソリの最後端位置を基準に設定される。そのため、発送前のゲート工法では係員により、ソリの最後端位置が一直線になっているか確認する作業を行っている。これはエイ競馬が元来荷物を運びきる二役作業に由来していることと、 決勝戦場で馬が止まってしまうことがあり、鼻先では決勝判定が難しい場合があるためとされている。上記の通り、鼻先で勝敗を決める平地競争や障害競争及び多種公営競技とは異なり審判の決勝判定も難しく、かつては肉眼のみで決勝判定を行っていたことから審判に関するトラブルが絶えなかったが、 1963年に導入された写真判定。1969年に導入された VTR 判定によって判定の正確さは飛躍的に向上。このため国内外の競馬関係者からも見学に訪れることがあるという。決勝判定写真は平地競争などと同様にスリットカメラ方式を採用している。そのため決勝戦場で 馬が立ち止まったりすると、馬の胴が異様に長く伸びて映る場合がある。また、スタンド側からの写真のみでは、ソリの後端が他の馬ないし、ソリによって隠れることがあるため、対面にも塔を立てて撮影している。成績は一着から最下位まで全て総破タイムのみで発表され、平地競争のような記者は表示されないほか、レコードタイム制度も設けられていない。 タイムオーバー以下の条件に該当する馬は、基準タイム超過となり、当該レースは失格となる。第一障害を超えてゆく、競争馬、第二障害に挑む、競争馬版 A 競馬の一番の見せ場は、レース中盤から後半にかかる、第二障害であり、第二障害をいかに超えるかで勝敗の大勢が決まる、ことも多く、レース戦略上最も重要となっている。各馬とも、 スタート直後はソリを引いたままキャンターで飛び出し、おおむね、第一障害は難なく通過する。第一障害第二障害間は時折足を止めながら、徐々に第二障害へ近づく。第二障害の手前まで到達後、多くは馬の息を整えた後、第二障害を越えようとするが、積雪などで、 馬場が極端に軽くなっている場合はスタートから止まらず、第二障害まで一気に越えていく場合もある。また、人馬の呼吸を合わせるのと同時に、仕掛けるタイミングをめぐって、騎手間でも駆け引きが繰り広げられることから、騎手にとっては、最大の腕の見せどころになる。馬にとっても、第二障害は一番の少年場で、障害を超えられずに膝をつく馬や、力尽きて倒れ込む馬もいる。 競争を中止する馬も多くはこの第二障害で発生する。第二障害を超えた後も最後の直線やゴール前で止まってしまう馬もいるためゴール直前の逆転劇もあり勝負の行方は最後まで予断を許さない。その特殊な競争形態から人間が歩いても追いつく程度の速度で展開するためファンも馬と一緒に並走しながら観戦できるのが特徴である。 これは高速で展開する、平地競争や多種公営競技には見られない、万営競馬の性質ならではと言える。装飾を施した万馬レースに、出走する万営馬には、呼び出しや、せずりなどと呼ばれる、独特の装具が、各馬に合わせて作られ、出走時に装着される。これらの重量は7 0ラム以上にも及ぶ。また縦紙も、丁寧に編み込まれるなど、 それぞれに装飾が施されている。スタート時には、各馬とソリや装具をつなぐ鎖が、鈴のように一斉に鳴り響き、中堅放送などでも聞こえることがある。競争に使用するソリは、鉄製で、ソリの自長は 450kg と定められている。積載する重量ものは平型で、5kg、10kg、30kg、50kg の4種類があり、 これらを組み合わせて積載することで万縁重量を調整している。コーストの設置面にはズリキンと呼ばれる鉄板が取り付けられている。ズリキンは競争で繰り返し使用することで摩耗するため、1年に1回程度の頻度で交換され、交換を行った際は告知される。交換によって地面に接触する感触が変わり、走行タイムが若干長くなる傾向も見られるとされる。 ソリの塗装はかつて青一色であったが、現在は本体が緑色、重量物の積載スペースが黄色に塗装されている。運び切ったソリはレース後、コース脇のトロッコ列車に乗せられて、スタート位置まで戻される。トロッコはナローゲージで小さなディーゼル機関車により牽引される。レース終了後にソリをスタート位置まで運び、その後は再びゴール位置で待機する。 軌道は本走路と着順掲示板の間に設置されており、レース間の中継映像でも時折画面に運搬中のトロッコ列車が映り込む場合がある。通常、関係者以外は乗車できないが、ファンサービスとして一般のファンを乗車させる場合もある。競争中止などの要因でソリをゴールまで運べず、コース上にソリが残ってしまった場合はトラクターで、 スタート位置へ戻す場合がある。バンエイ競馬の競争馬のクラスは口実する通り、バレーと賞金額によって分けられる。他の地方競馬においては、通常、バレーによるクラス分けは2歳、3歳、3歳以上となっており、バンエイ競馬では3歳に代わって3.4歳というクラスを設けていることが異なっている。 これは3歳馬や4歳馬が5歳以上の馬に比べ、高重量戦の経験が浅いことから、能力的に劣るとされているため、デビューからの通算習得賞金は別途集計されているが、競馬番組編成やクラス分けに用いる賞金額は以下のように取り扱っている。以下は2019年度の番組編成要領に沿って記述する。 二歳当該年度の習得賞金順に四段階で、格付け。三歳以上版 A ではかねてから、着順トライアル制を採用している。また、普通競争で、出走希望等数が、制限等数を超え、抽選の結果出走できなかった馬は次に、当該場が出走できる。最初の競争に限り、出走投票した馬に優先出走が認められている。 馬が引くソリの重量は番縁重量と呼ばれ競争別に設定されている。これは平地競争などでの負担重量に相当するもので公式の出走表や専門誌、スポーツ新聞などでもこの番縁重量が重量欄に掲載されている。ただし一部ではスペースの都合から一桁省略して重量と表示される場合がある。かつてはソリに積載する。 重量物の重量をもって表記していたものの、後にソリ本体を含めた重量をもって表記するよう、改められている。最低重量は 480kg、最高重量は重症競争、万英記念での 1000kg である。実際にソリを引く際は、ソリの上に乗る機種の重量も加算される。ただし、機種重量は、一律に設定されているため発表されない。 一部の競争を除き、重量設定においては、各場の成績も加味される。2010年より競争のバリエーションを増やす観点から、通常よりも大幅に低い番組重量を設定する競争を一部に設定している。以下に示す重量は、2019年度の番組編成要領に基づく。普通競争では各クラス別に以下の基礎重量を基準とし、 これに習得賞金などの別定条件を加味して加減される。特別競争や重症競争では各競争ごとに基礎重量が定められ、これに別定条件を加味して加減される。3歳以上2歳普通競争、特別競争における重量の加減は以下の通り定められている。普通競争品場は 20kg 減量。 2歳3歳の千馬は1 0ラム減量。2歳馬は、当該年度の習得賞金25万円につき5ラム、加増する。3歳、以上、80万未満以上のクラスに格付けされた馬は、当該年度の習得賞金40万円につき5ラム、加増する。3歳、以上、80万未満以上のクラスに格付けされた3.4歳馬は、以下の通り減量する。 特別競争性別による重量の加減は、普通競争に準じる。3歳以上、80万未満以上のクラスに格付けされた馬は、当該年度の習得賞金30万円につき 5kg、加増する。3歳以上、80万未満以上のクラスに格付けされた3.4歳馬は、以下の通り減量する。別定条件主に特別競争や、 重症競争で重量を加減する別定条件は以下の通り。重量格は470万円以上、470万円未満、360万円未満、240万円未満、150万円未満、120万円未満,円未満と定められている。基種重量は男女の区別なく一律に規定され、2019年度は 77kg と定められている。 機種重量が足りない場合は、鉛の重りを入れた鉄製の箱を持って調整。万栄競馬は、大型馬を操ることから、機種重量は、平地競争や、障害競争よりも、重めに設定している。見習い機種や女性機種などで減量が生じる場合は、万栄重量が減量される。減量機種の取り扱いは、以下の通り、出走表や、専門誌には、 括弧内の記号で表示される。男性騎士通産勝利度数が50勝未満の機種は 10kg 減量。免許取得5年以下で、通産勝利度数が50勝以上100勝未満の機種は、当該年度10勝するまで 10kg 減量。女性騎士通産勝利度数が50勝未満の機種は 20kg 減量。免許取得5年以下で、 通算勝利度数が50勝以上100勝未満の機種は、当該年度10勝するまで 20kg 減量。蒸気以外の機種については、10kg 減量。パドックで番馬に起乗する機種2020年4月27日現在、バンエイ競馬では19名の機種が在籍している。機種重量は服などを合わせた、総重量が 77kg を上限としており、 平地競争などよりも重く設定されている。平地競争などに比べ重い馬を下ろすことが重要となるため、騎手の体重は重い方が有利とされる。ただし、騎手の重量は前述の通り、弁当箱で調整されているため、個別に体重が発表されることはない。また、平地競争とは異なり騎手の身長にも制限がない。ため、身長が高いことなどの理由から、 平地競争の機種を断念した者が万栄競馬の機種を目指す例も見られる。2009年に万栄競馬の機種免許を取得した林義直は身長が192センチメートルと当時の日本人機種としては最も高くギネスへの申請も検討された。機種の1日あたり最大機場数は8回までと定められているほか、機場を変更した場合は、 翌日の騎乗が認められていない。万栄競争では、平地競争よりも、機種の技量が勝敗を左右する割合が高いとされる。レース中も機種同士で様々な駆け引きが繰り広げられる。他第二に障害通過後の追い方も、多種多様である。レースで使用するソリには、タズナ以外に捕まるものがないため、体全体でバランスを取る必要がある上、レース中はタズナを引くと。 馬が止まってしまうため、高度な技術が必要となる。騎手は、ソリの上に立って騎乗し、長手綱を使って馬を操縦するほか、綱をしならせることで、無知の役割も果たしている。また、騎手が、担当馬にまたがって騎乗するのはパドックから本馬場、入場までで、レース中は馬上でまたがることがないため、出走馬には、蔵やあぶみが装備されていない。 騎手はパドックから本馬場,場へ入場する際に、馬番絶剣の実を乗せた蔵もあぶみもない馬場上に、またがり騎乗するが、平地の騎手のように休務員の補助を受けず、大半の騎手が自力で飛び乗る。この際の騎乗姿勢を見ることで、騎手の乗馬技術を測る参考になるとされている。エ栄競馬では年に一度、一年以上の休務経験がある者を対象に筆記、実技、 面接による、騎手免許試験を行っており、これに合格した者に、地方競馬全国協会より、騎手免許が交付される。万栄競馬では、他の地方競馬や中央競馬と異なり騎手を養成する、専門機関が存在せず、万栄競馬の騎手になることを希望する者は、まず旧社に、旧務員として就職し、ここで、馬の扱い方や乗り方なども習得することになる。 また、騎手免許試験は万英競馬独自の内容で、試験の難易度も高く一発合格は稀で、多くの場合2度3度と受験して、やっと合格できる非常に狭き門となっている。このため、新人騎手が誕生しない年もあるほか、デビュー時の年齢も20歳を超えている場合が多く、見られ、平地の騎手よりも、デビューまでに時間がかかる。2010年12月現在、 在籍していた28人の機種における合格時の平均年齢は22.9歳であった。現役、引退ともデビューが早い順に記載。引退機種でデビュー年が同じ場合は引退年の早かった順に記載する。記録は公式に残っている1963年以降のもの。現役機種の記録は2018年度全日程終了時のもの。 現役引退2018年度全日程終了時の記録。公式記録が確認できる1963年以降のもので3回以上受賞者のみ記載。名前が太字のものは現役機種を表す。2003年度より競争格付け表記を導入しており、各重賞競争を BG1、BG2、BG3 で格付けしている。 2020年度の重症競争は以下の27レースは年明けのバレー及び競争を示す重症としての廃止年が早かった順に記載格付けは廃止直前のものによる一部の競争は特別競争として存続しているものもある番縁競馬はコバを3歳以上としているがその中でもクラス編成はさらに細分化され3.4歳馬による クラス分けや重症路線が別途整備されている。特に四歳馬限定の重症路線が別途設けられているのが大きな特徴となっている。二歳馬による産地限定の競争。以下の各トライアル競争の優勝馬と二着馬に重症競争、ヤングチャンピオンシップへの優先出走権が与えられる。2008年からは下記のトライアル競争を総称して、 万栄甲子園と呼んでいる。万栄競馬では、企業や個人から協賛金を受けた、一般競争や一部の特別競争を、冠レースとして実施している。協賛金のうち7割が、馬主、調教師、騎手などへの副賞、3割が運営振興費として当てられる。出走票などに、レース名を掲載し、当日は、特別観覧席への招待や、表彰式に、 プレゼンターとして参加可能なほか、優勝馬の記念撮影にも参加できる。1982年より行われている特別競争。競争条件は、3歳以上、10馬体重馬選抜で、3歳以上の馬から、前回出走時の馬体重が重かった順に、選抜する。最も万栄競馬らしいレースとされる名物レース。 1980年から1988年までは重症競争として施行していたが、その後は特別競争として施行。万栄競馬は2006年度まで定年制を採用していたため、定年引退馬の花道を飾る最後の競争として選ばれることが多かった。2007年度から定年制や減量特典の年齢制限が撤廃されたことにより、 ホタルの光賞は開催年度を締めくくる特別競争として最終開催日の最終競争で施行している。2006年度までは年度末頃に立花賞が行われていた。2006年度までは8歳3月までの品馬に対して万栄重量を一律 20kg 減量していたが8歳4月以降の品馬はこの特典がなくなり、ボバと 同重量とされたため、一部を除き多くの貧馬が8歳3月までに引退して、後の繁殖に備えることが多かったことから、立花賞は引退する貧馬の花道を飾る最後の競争として選ばれることが多かった。2010年度より行われ、現在は8月の稲妻賞、10月の疾風賞、12月の自吹武賞を、 トライアルレースとして2月に開催される特別競争。本戦及びトライアル戦がバ英エイ重量 500kg となっている特殊な競争で、その負担の軽さからその名の通りレースタイム50秒前後で駆け抜ける普段とは違った迫力のあるレースが繰り広げられる。2001年に馬服、馬パンを導入した。 2011年8月6日の競争より3連服、3連単の発売を開始し、同時に枠番連服を廃止した。枠服の廃止理由としては、馬の頭数減で10頭立てのレースが難しくなり、馬服との違いが希薄化していたためとされている。なお3連勝式投票権の導入は、日本国内の公営競技では最後であった。 2010年1月8日より、シゲカツ式馬券、オッズパークロートをインターネット投票限定で2種類発売している。当初は50章単賞式のみが設定されており、発売はランダム方式であった。その後、同年12月25日のレースより、セレクト方式に変更され、2012年12月15日のレースより7へ、章単賞式が新設された。 なお、オッズパークロートは万ン競馬が、初の導入である。2015年4月18日より、枠服とアイドの発売が開始された。発売、他主催者発売時のみ、インターネット投票のみバン競馬が運営する。発売所では、北海道競馬の場外発売や、南関東公営競馬、岩手競馬を中心とした、広域場外発売も取り扱う。 以前は万栄競馬運営の発売所における束の場外発売時は万栄競馬に存在しない駆け式の投票券を発売しなかったが2011年8月5日の南関東公営競馬場外発売より発売主体の主催者に準じて全ての駆け式を発売するようになった。万栄競馬がナイター開催日に南関東や岩手が昼間開催している場合は リレー発売する。2013年6月8日より、一部の発売所において、地方競馬共同トータリゼータシステムを利用した日本、中央競馬会の場外発売を開始しており、JRA 場外発売においては、J プレイスの故障を用いる。当初は、帯広競馬場と北サイト、北見、釧路、ことにの各場外発売所で開始され、 2015年4月11日より、ナヨロと深川の各場外発売所で、2017年4月15日より、アバシリの場外発売所でも取り扱う。帯広、北、サイ北見、釧路、ナヨロ、深川、アバシリでは、JRA 開催各競馬場につき1日5レースずつ、ことにでは同じく1日1レースずつを取り扱う。以下の在宅投票が利用可能。 日本中央競馬会が運営する地方競馬 iPad では購入できない。発売主体をまたいでの勝馬投票権の払い戻しはできない。ただし2011年8月8日より以下のバンエイ競馬が運営する場外発売所と大井競馬場内、ふるさとコーナーではバンエイ競馬の勝馬投票権が相互に払い戻し可能となった。バンエイ競馬が運営する 場外発売所1984年に場外発売が本格開始となり、この時点では当時版 A 競馬を施行していた4競馬場と日本中央競馬会の釧路サービスセンターの5カ所の間で場外発売を実施していた。1993年に発売システムをオンライン化し、場外発売所の発売締め切りを本場と同時にすることが可能になった。 いずれも北海道に所在。廃止、撤退した、発売所他主催者による、場外発売所北海道競馬以下の、北海道競馬が運営する、場外発売所では、バンエイ競馬の場外発売も行っている。ただし、一部では、場外発売を行わない日もあるほか、日によっては、下記発売所のうち一部のみでバンエイ競馬の発売を行うことがある。 北海道競馬の場外発売所における番栄、競馬の発売は、2003年より、相場小樽、滝川で、2004年より、相場札幌駅前で、2005年より、相場千歳、函館、江別で、2009年より、相場石狩、札幌中央、上別室蘭、札幌琴にで開始された。の場外発売所は、土曜、日曜については番栄競馬の取り扱いを行わない。 北海道外以下の発売所で、定期的に番営競馬の場外発売を行っている。ただし、一部発売されない場合もある。上記のほか一部の競争は、上記以外の競馬場、場外発売所でも、広域場外発売を実施する場合がある。帯広競馬場や、各場外発売所での払い戻し業務は、原則として開催日のみ行っている。 各発売所の売店などで以下の専門誌が販売されている。上記のほか2013年1月11日より、レース展望サイトを開設した。レース展開や、記者の見解など、全レース無料で閲覧可能。現在、場内でのバタチ予想はイベントなどの特例を除き、認められていないが、以前は、 手書きの出走表に予想員と予想組版のみを印刷したシンプルなガリバン釣りの専門誌が数種類発売されていた。専門誌の発行元を兼ねた予想業者がパドックや専門紙販売ブースなどに常駐し購入した新聞を見せることで最新の情報を入手できたり朝一番の取材でよく見えた馬に赤鉛筆で印をつけて 新聞を販売するなど独特な予想や文化が存在していた。しかし売り上げ不振や発行者の高齢化のため、これらの新聞は次々に姿を消していった。などスポーツ新聞での扱いは、北海道競馬よりも小さいことが多く、道内で発行しているものであっても、カ出走表の掲載のみにどまっていることが多い。定期的に馬柱を掲載している新聞は、 以下の通り、上記のほか広域場外発売を行う競争では、その他のスポーツ新聞にも掲載される場合がある。スカパーでの放送体制はたびたび変更されている。2014年度はスカパープレミアムサービスにて、以下の通り放送。ありがとうございます。